ティバトとは、モンテネグロのコトルワン沿岸に位置する都市。ティバトの名の起源は、起源前3世紀にまで遡る。その起源は、この地に居住した、イリュリア人の部族の女王、テウタに由来すると考えられるが、この他に、キリスト教の聖人、聖テオドロスに由来するとするものや、ケルト語で町を意味するトートに由来するとする説もある。 公式に名前が出てくるのは14世紀から15世紀になってからの話である。かつてではセルビア聖教会の聖天詩主ミハイル教会が市の中心部に位置していた。母家地域に属するモンテネグロ最小の町ティバトはブルマツ山の麓の広大な高原に作られた都市である。コトルにある14世紀の古文書によればこの都市は 手唄の名前から名付けられたとされている。また、かつてこの地は、ネマニッチや、バルシッチ家、ツルノイエビッチ家、ベネツヤ共和国、フランス、オーストリアハンガリー帝国等に支配された。中世、この地やプルチャニ、ドブロタは、コトルの貴族にとっては最も肥沃な土地とされた。そして、この地には大量の財産があり、城等も存在していた。 この地で最も裕福だったのはブチャカであり、美術館が現在でも所在する。また、この地は1420年より1797年に至るまでベネツィア共和国によって支配されたアルバニアベネタの一部であった。天気が訪れたのは19世紀後半の1889年であり、当時この地を治めていたオーストリアハンガリー帝国がこの地に、 海軍の軍事工場を建設した時である。その後陸軍基地もでき、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国によって陸軍の軍事基地として用いられ、現在でもモンテネグロ陸軍によって使用されている。海軍基地の方はロシアやリビア等によって装備の点検等のために利用されたが、その後所有者はカナダ人のピーター・ムンクに代わり、彼がこの地を アドリア海のモナコとして再生させようとして、マリーナ、ポルト・モンテネグロを建設したため、現在では軍事基地とはなっておらず、港として使用されている。この地は、ブルマツ山麓、ボカ地域の中心にある。市内のグルバリ渓谷には、ティバート空港が所在し、ヘルツェグノビ自治体に属するルシティツァ半島の地境も、この地に近い。1991年、 11404人2004年13991人セルビア人旅行者にとってこの地はアドリア海航海旅行において経由地であり人気も高いまたマリーナやヨットクラブ等もこの地に存在するピーター・ムンクはこの地に造船所を作り豪華客船の停泊所にしたまたティバト空港にはゴルフ場が隣接しているそれ以外にもこの地には すべてマルコ島等の観光地も存在している。また、船旅において休憩所ともなっている。この地には、アドリア海沿岸道路が通っており、ブドバやストモレ島へと行くことができる。その他にも、モンテネグロ港からの船やティバと空港からの飛行機、等の交通機関が存在する。ありがとうございます。